2号艇の馬場芳也選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。相性がとてもいいと言われている大村ですよね。はい、相性いいです。今回も相性よく、エンジンの手応えも十分というところでしょうか。そうですね、順位は乗りやすかったです。順位はというと、まあ、途中は乗りやすさや乗りづらさが交互したんでしょうか。予選道中は足はいいんですけど、ちょっと乗り心地が気になってたんで、順位はプロペラを交換して乗り心地が良かったです。新ペラを投入されていると聞きました。予選は新ペラで行ってて、順位はいつも走ってるペラを使いました。では優勝戦はプロペラの選択はどういうふうに考えていますか。そうですね、気象条件が同じ感じであれば、順位のペラで行こうと思います。準優勝戦は3コースからのレース、鮮やかなまくり差しでしたが、明日はどんな戦いをしたいですか。予定なので、ピットバナレ次第ですけど、2コースであればしっかりスタートで刺すイメージですね。スタート感は今シリーズここまでどうでしょうか。ある程度つかめてきました。では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、しっかりスタートいって自分らしいリレースします。応援よろしくお願いします。